わずか7日間で幕を閉じた。昭和64年、その間に起きた少女誘拐殺人事件、通称64。時効まであと1年です。県警広報官の三上は、時効が1年に迫った64解決のために動き出す。しかしそこに立ちはだかる巨大な壁。誘拐報道で匿名なんて暴動起きますよ。全会一致ですから全員で抗議します。警察が勝手に判断して名前や住所を隠すのがおかしいって言ってるんです。誰が隠蔽を決めた。早くやれよスノラ。二度とこの刑事部に足を踏み入れるな。遺族の雨宮さんは昭和64年のたった7日間にまだ取り残されてる。生まれてきた。そんなことしたらむちゃくちゃになります。あなたの首が飛びます。県警グルメで隠蔽。何を言ったんですか。昭和64年、そこに犯人を引きずり戻す。生きてゆく。子供がいなくなる、それがどういうことか。刑事はそんなことも分かんねえのか。64全後編連続公開。